皆様こんにちは、みえちゃんです。今日はね、また私の中でもう1位2位を争う曲ワーキングハードです。まあね、嫌いな曲なんてないんですけどねみんな1位かもこの曲もね、前回の祭りのようにね、ノリノリの曲で、もう R&B でね、もう踊れる、もう止まらないって感じでね。でこの曲は皆さんご存知のようにね、バスケットボール、ワールドカップのねテーマソングの依頼を受けて、ヒップホップを意識して作った曲ですよね。今日はねスポーツの日でもありますのでね、ちょうどいいかなでもね R&B とかねヒップホップを超えちゃって、なんか風さんのね香辛料の味がねしっかりついてますね。この低音のね和音がいいんですよね。ズーンと響いてね、もうエネルギーすごい力強くて、この曲についてはね風さんがインタビューで詳しく話してるので、私なんかがね今更話すあれでもないんですけど、まあ語らずにねいられないのでね、今日もよろしくお付き合いください。風さんはね祭りが第2のねデビュー曲で、その後ねグレイスで言いたいことを全てね出し切ってしまって、ちょっと燃え尽きた感じになってたところへこのオファーが来たっておっしゃってますね。今までとね違ったことを一から始めるようなエネルギーで是非やってみたいと思えた第3のデビュー曲だったっておっしゃってますね。もう風さんにとって渾身の一曲ってことですよね。そしてねすごく重要なのはこうおっしゃってるんです。自分がね歌にするべきだと思ってるメッセージは変わらないと、それはほぼ一つしかない、それを新鮮なアプローチでできないかなと悩んでたところだった。つまりねこのワーキングハードにはその核となるメッセージがあるっていうことなんですね。その歌にするべきだと思ってるメッセージねほぼ一つしかないっていう、それは何でしょうかね。その答えがねアジアンツアーについてのねインタビューの時にあるんですね。こう言ってます。みんなね一緒っていう感覚は自分の中ですごく大事なテーマです。自分と他人の境目みたいなものは今後もなくしていきたいって思ってるしね、距離を感じてほしくない、みんな一つっていうことを感じてほしいですねっておっしゃってるんですね。もうこれですよ。私もね風さんについての動画を出してからねずっとお話ししてきたことですね。つまりこの曲の中でも核となるのはワンネス感ですね。ここでも生きてるってことですね。みんな一つっていうことです。祭りもそうでしたよね。そしてね風さんの曲は全てそうなんですけど、これもミュージックビデオがまあ素晴らしいんですね。なんか動画制作の時にねメス監督と風さんが思い描いていたものとねイメージがねぴったり一致したそうですね。2人のイメージがね、まずね冒頭でね素敵なね重い低音のビートに乗ってね車のスクラップ工場出てきますよね。で「藤風」とか「藤風」ってね書いてあるね車がね叩き潰されますよね。これ映像的にもね私この場面だけでねもうアートでね素敵だなと思うんですよ。アートとしてねあれがもう象徴してますね。自我をぶっ壊してますね。歌詞にあるようにか弱い己自身の象徴でもありますけど、自分をまず壊すってことで愛が流れ込んでくるんですね。監督のね頭にねなんか一番最初に浮かんだのがゴミ収集車だったらしいんですね。ここにありますけど、これ100均で買ったの。それでね2人のイメージが次々とね合体してもう一致したらしいんですね。でそれからつぶやくようなねラップ風の歌声が続きますよね。かっさらったあっかんでらしたあらら世は実にやすし。ここはねどこかバスケットボールのね場面を連想しますよね。風さんね言葉の使い方ほんとうまいんだよね。ボールをかっさらってねシュートね、それが圧巻だったと。そしてね次第に歌詞がねバスケットボールからより広いところへ広がっていくんですね。信じきった安心しきったあたた深き喜び。ここにはね何かに身を委ねることによってね深い喜びがあると。つまり運をね天に任すようなね大きなものにお任せするみたいなね。そして次につながりますね。戦うはなぎ倒すはか弱い己自身さ、やりきって胸張ってきれいに散るのさ。ね、冒頭でぶっ壊した自我ね、自我をぶっ壊せば絶対勝ちたいとか負けたくないって言ったね、そういうストレス、そういうのがなくなってね思う存分力をね発揮できるんですよね。よくねオリンピックなんかでもね散々マスコミなんかにねもてはやされてね期待されてね、そういう人が負けた時なんかありますけどね、記憶にもね新しい柔道のね女性の選手ね大声で泣いてましたけど、あれは自我が泣いてたんですね。ものすごいでかい自我ですね。かわいそうですね、気づけなくて。初めからね自我を捨てればあそこまで辛くはなかったと思うんですよ。精一杯やってね爽やかに終わったと思うんですね。そういうね自我をね滅していく訓練をね今の柔道はしてないんでしょうかね。あの子のせいじゃなくてね。でもねあまりにもね勝ち負けにこだわった結果なんですね。私もね思わずねもらい泣きしちゃいましたけどね。もうね道ではなくなったんですね、道っていうね。相撲もそうですよね。もうただのレスリングですよね。お相撲昔はね神様に見せる儀式だったのにね勝ち負けじゃないんですよね。昔はね「お」をつけてね「お相撲」って言ったんですよね。恐れ多いんですよ本当は。まあね今のオリンピックってねスポーツなんでしょうかね。私だってねスポーツ見るのは好きですけど、なんかね私にはあれ国と国とのねなんか戦争みたいに思えちゃうんですね。血を流さないね開会式もねなんか目を覆うようなものだったしね審判のインチキもあったりね、なんか今のひどい世の中をね象徴しているようでねちょっぴり悲しかったですね。風さんも言ってますよね。結果よりプロセスを大事にすること、勝ちや負けを超えた何かを考えてほしいって言ってますね。プロセスを楽しめばいいんですよね。ただそれだけのことなんですけど、これが難しいんだわね。プロセスを楽しむってことは今この瞬間を楽しむってことですね。なんか横道それちゃったね。先行きますね。みんなほんまようやるわ、めっちゃ頑張っとるわ、わしかて負けんように密かに何かと努めるわ、何もなくたっていいや、結果なんぞ勝ったりいいわ、ここでね風さんの愛がMV に出てくる労働する人たちのね映像と重なって風さんが言いたかったことがね出てきますね。ここに出てくる働く人たちはいわゆるねエッセンシャルワーカーって呼ばれる人たちですよね。社会のねそこを支える地道に働く人たちですね。そういう人たちへの寄り添いの気持ちがねじわじわと感じられてね、そしてこのずっと流れるこの重いビートに乗ってね聴いてる私たちもねその労働してる人たちになったようなね自分たちがなったような気がしてきますね。そして英語の歌詞が結構ふんだんに入っていてね「Better sit back」ゆったり座って「Take a deep breath」深呼吸して「And you know」そうすればわかる。ね、祭り以降ね風さんは脱力感とかリラックス感を大事にしたって言ってますね。これもいかにもそんな歌詞ですよね。You've been working hard. あなたはもうずっとめちゃくちゃ働いてるよ。Maybe you don't understand. 多分分かってないんだろうけど。ね。But I know that you are working hard. ねえ、ここが感動しますね。僕は知ってるよ。あなたがもう身を粉にして働いてるのを知ってるよ。ねえ。ゆっくり座る暇もないくらいね働き詰めなんですね。その人たちにね休めと言ってるんですね。休んでって多分ね休めなんて言われたことない人たちにねもう自分でも気づかないうちに働き詰めなんですね。そんな時にね俺には分かるって言ってもらえるっていいですよね。それだけで疲れが吹っ飛びますよね。Wish I could give you a hand. 手を貸せたらいいのにってね。ただ思うんですけどね肉体をね酷使する労働っていうのはサラリーマンとかねホワイトカラーや高学歴の官僚みたいにねエリート的な仕事よりもね仕事を終えた時のねなんか爽やかさがあると思うんですよね。私中学高校とね休みのたびにはるか昔だけどアルバイトをしてたんですけど毎年ね遊ぶ金欲しさにね遊ぶ金欲しさってなんか悪いことする人みたいですけどそうじゃなくて旅行行ったりね友達とかしたくてねで大体下請け工場とかね軽い作業が多かったんですよ。だけどねある日ね呼ばれましてね私ちょっと背がね結構高かったもんでね男の子の仕事をねやらされたことあってねお菓子をねいっぱい詰め込んだね米俵があったんですよ。今の人に分かんないか米俵なんて大黒様がね踏んづけてるやつね藁でできてるやつあれね重いんですけど中お菓子が詰まってるんですよ。だからお米ほど重くないんですけど。男の子と一緒にね担いでね運ぶ仕事やったんですよ。初めはゲーっとなったんですけどもう汗ダダダダ流してねで終わったらねそのやり終えた時のね満足感すごかったんですよ。だからこんなねもう半世紀どころじゃないもう何十年も経ったのにねよっぽど嬉しかったんですね。今でもはっきり覚えてるんですね。だからねサラリーマンとかね OL のこのデスクワークの人たちっていうのはアーシングっていうんですか土に触れるとかね裸足であと自然のあるとこ行くとかねなんかそういうの勧めたいですよね。実はね知識とかね学歴ってあればあるほどね肝心なものから遠ざかっちゃうんですね。今はねそういうものばかりね尊重されてますけどね誰とは言わんがねアメリカでねなんか教授やっててねもうすごい学歴の人がね老人はね集団自決しろなんてね口走っちゃうんですね。どこの腹から生まれてきたんだよって突っ込みたくなりますけどね。子供でも分かることをね、そう言ってね。でそういうのがまたね、若い人に祭り上げられたりしてね、もう世の中はもうそこまで来ちゃったんですね。だけどね、私たちにはね、風さんがいますね。はい、風さんはね、近所のねスーパーでね、おばあちゃんが頑張って買い物してきてるのをね見るだけでもね、ああこの人すごく頑張ってるとかね、助けられることないかなって思うことがよくあるんですってね。まだ20代の若者がねこんなこと言ってくれて、まあ世の中ねまだ捨てたもんじゃないかもしれないですけど、鼓動に任せて自由に踊ってボーダン お辞儀してかな、頭下げてね、 Show them respect、ね、尊敬しましょう、敵も味方もここにはねえから、 Sit back ゆったり座って、 Time to relax リラックスの時間だよ、ね、みんなで踊ってるねシーンのダンスはね、あれ実は中学校時代に友達とやってたダンスなんだそうですね。もうワンネスを感じるシーンですよね。他の場面もね、みんなスーパーのね制服姿だったり、大勢の人がね一つの場所で一体になってる感じですよね。うん、こんなね和気あいあいな職場ならいいですけどね、職場でのねいじめとかね、セクハラなんかもありますしね。私もね若い頃ねいじめにあってね、セクハラにも会えました。でもね、セクハラはともかくね、いじめはね鈍いからね、いじめられたってことに気がつかなくてね、人に言われて気づいたりしてね。でもね相手にしなかったから相手もねなんか気が抜けちゃってね、それでそのうち今度はねなんか妙にね懐かれちゃったりしてあれと思ったことあるんですけど、同僚はねやっぱりその人にいじめられてね、よくトイレの中で泣いてましたけどね。まあいじめる人っていうのはね本当はねすごくかわいそうなんですよ、不幸なんですね。幸せな人はいじめたりしないんですよ。うん、自分が世界で一番ね大事で、この自分を必死で守らないとってね常に自我を張って生きてるから、もういじめられる方よりむしろ本当は辛いんですね。だからねいじめに対して反発するとぶつかってね苦しみますから、もう大きな愛で接するといいんですよね。まあね学校のクラブ活動とかねスポーツなんかでねいじめとかあるとリンチみたいになっちゃうのでね、もうねそういうのは先生とかが気づかないとダメですけどだからね反面教師というかねそういう人は先生だと思ってね、私なんかもう意地悪な人が来たらああ神様が来たと思って逆に喜んじゃいますけどね。うん、本当はねそうなんですよ。ね敵も味方もねほんまはねえから、そうなんですよ。みんなね心の中はね愛であふれてるのに気づかないだけだと思います。 All we're gonna do is to make you happy ね、わしらがやってるのはあんたを幸せにすることだよ。 All we're gonna do is to make you lucky ねえ、わしらはあんたをラッキーにしちゃうよ。 All we're gonna do is to make you feel alive、うん、わしらはあんたを生きてるって感じにさせるよ。そうですね。 What we're gonna do is to make you feel good、 みんなに気分に良くなってもらいたい、だからやってるって。It's all about others。 ここら辺いいですね。すべては他の人のため。It's all about brothers。 兄弟たちのため。Together we can touch the sky。 そうすれば空にだって触れるんだ。触れるんだね。そして最後にね、布団を叩いてる主婦さんになった風さんが出てきますね。あるいは出勤前のスーパーの店員さんなのかな、よくわかんないけど、これ風さんもなんか思いつかなかったメス監督のアイデアだそうでね。主婦も大変ですからね、特に働きながらとか商売やりながらのね主婦はもう、風さんのお母さんもそうでしたもんね。でこの曲はね、本当風さんが思い描いた通りのものになったと思うんですね。うん、本当に素晴らしい曲ですね。最後にね、その風さんの言葉で今日は終わりたいと思います。はじめはバスケのテーマソングっていうのがきっかけだけど、それだけじゃなくて聴く人みんなを励ますこともできる、聴く人みんなに何かしらの気づきを与えられるような曲にしたいと思っていました。生きてるだけで頑張っているし、みんなすごい、だから一緒にこれからもなんとか頑張ろうみたいな、そういう強くて優しい歌にしたいとずっと思いながら曲の制作を始めましたね。これも本当に世界中の人にね、世界中の働く人に聴いてほしい曲ですね。はい、今日も長々とご視聴いただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。さようなら。ありがとうございました。